ちょっとどこ？寒い。俺携帯どこやった？寒い。もう全然これ違うとこ来てるわ。どうしよう。全然違うとこ止めちゃった。反対側だわ。今何度？マジ寒いな。もう冬じゃない？リスナー叩き注意しろ。ミューちゃんごリスナー叩くな。お前はやめろよ。うちのリスナー叩くの。お前いい加減しろよ。みゆちゃんごなんだと思ってんだお前。叩くなよリスナーを、アホ。ちょっとみんなも注意してやってくれ。みゆちゃんごが叩いてるらしいわリスナーを。俺の可愛いリスナーを。ちょっとヨタンはちょっとやったって。ごめん、嫌だったな。大丈夫かみんな。俺の可愛い可愛いリスナーよ。男も女も可愛いわ。一緒に遊んでくれるし。いつ見てダセーなお前って言ってるお前も可愛いんだ。俺はありがとな、遊んでくれて。サービー、ふわっち来んなって。俺ふわっち配信者なんだけど、どっちのイメージが強い？ふわっちでしょ。全然守れてない。ちょっと目を光らせるわ。うわファンタスティック、ありがとうね、ありがとうね。ファンタ倍出たらパーカーあげるからね。ちょっと販売はしてないんで。ありがとう。またバカが。まあもうこれもう厳重注意。次ブロックね。でアイアンディスもちょっとブロック入れていくわ。うん、コメント欄見てるとアイアン叩いてるんだな。何もしかしてアイアン抱かれたから嫉妬してる？私は抱いてくれてないのにアイアンだけ抱いてとかってやってる？やめてねそういうの、みっともないから。俺にね、抱かれてないからってアーヤン叩くのやめてよ。マジでそれはちょっと惨めだわ。嫉妬か。つかどこ？わからん。これどこだ？叩いてる。いやみんなゼロリスだよ。寒い。
ゼロワン前っていつも同時に配信休んで配信、いや知らないよ、俺のペースでやってくるんだから、俺がやったらやってくるんだもん、道合ってると思うよ。鼻水出てきた、あゆちゃん、この辺なんだけどな、あゆちゃん釣られた？いないな。寒い、はあ、はあ、あゆちゃん、はあ、怖くない？大丈夫？うん、入ってもお邪魔しますよ、お邪魔しますも言わなくていい、いい、うん、娘隣の部屋だから、うん、分かった、若いね、思ったより。何歳なの？そうなんだ、配信でしょ、うん、してるでしょ、うん、配信してるでしょ、だけどそれは言えない、配信してたら言えない、うん、いい、いいケツしてるね、あいちゃん、いいケツしてるわ、うん、ケケツがプリプリして、部屋入るまで、部屋入るまで、お邪魔します。いた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 。大丈夫、礼儀だから。綺麗じゃん、いやすごい、全然綺麗だわ、え？え？何？あ、ここが汚いの？で、俺 どこで寝たらいいの？え？こっち？ここで寝るの？ここで寝てください。どこで配信していいの？うん、カレンちゃんち思い出すな。え？カレンちゃんち。置いて。うん。置いて。うん。ありがとうね、遅くに。ごめんね。全然大丈夫です。うん。私は薬飲まないと寝れないって言ったじゃないですか。うん、飲みな。飲みますよ。大丈夫です。うん、早く飲んでほしい。なんで？飲んで安心してほしい。はい。俺のせいでね。ここからここをやっていい？こっち。ここ何でもやっていいですよ。何でもいい？うん。あぼ持ってきた言い方。あぼある。寒かった。なんか叩かれてない、絶対叩かれてるよね。え？叩かれてるよ、ね、あ、顔映っちゃうよ。ごめんなさい。
すげえ叩かれてる。叩かないでください。うん。はあ、疲れた。帰ろうか、帰りなよって言われてます。ありがとうございました。大丈夫？私2回目なんで。リスナーが帰った方がいいって言うから。帰った方がいいから。どうしようと思って。リスナーさんが言ってますよ、ね、リスナーが帰るよって。お掃除しようか。お掃除得意なんだ。そうなんですか。うん、何でですか。お掃除が好きで、はい、物心つく頃から、はい、気がついたら掃除してた。あ、おばあちゃんに何で掃除してるのって言われて自分でもわからなかった。うん、気がついたら掃除ばっかしてる幼少期だった。泊まりだっていう人と帰るっていう人は半々ですよね。半々、うん、いやでもね、優しいよ、うん、ずっと待ってくれてたんだもん、うん、で俺が一昨日ね配信してないのにしてたよねって言ってくれて、だって私たぶん偽物と勘違いしたんだよ。いますよね今、丸って人、ま、丸って人、うん、ゼロモノさん の、 あの画像使って配信してる人。あ、そうなの、いたんだ。勘違いしちゃったんだ、うん、いません、いましたよね。いたらしい、うん、タバコ吸っていい。いいですよ、全然。タバコないの吸う？うん、ないです。ある？ある。お子さんは何歳なんですか？16歳？17歳、うん、男の子？はい。ああ、男の子か、うん、超叩かれてるすげえ。何、あの、大手さんになるとこんだけ叩かれるんですよね。配信やめようか？大丈夫です、いいです、大丈夫です。そんなメンタル大丈夫です。うん、寝な、薬飲むの、うん、眠剤飲むの。どれぐらいお薬飲んでるの。1日、うん、結構飲んでるの。うん、飲んでる。で、ふわっちゃん長いの。ちょ、はい、どれぐらい見てるの。2年か、結構長いね。で、最近富士山登ったの見てくれた。最近富士山登ってましたよね。最近とか、うん、見てくれた。いや、全然それで見逃してんですよ。あ、見逃してる。すいません、生活保護じゃありません。おんかじ見てくれた。おんかじは見てました。あ、見てた。な、何やってた。あの、おんかじでここにいる時とここにいる時とっていうので。あ、見てくれてるわちゃんと。なんでめっちゃ怒ってるんですか。すいません。なに、AF ちゃん来てって。いや、ダメだよ、今リスナーさんの家にいるのにそういうのはやめよう、AF ちゃん。何、来てほしいの。困ったなぁ。何、 AF ちゃん別に電話しても大丈夫ですよ。うん、泊まりなよって言ったと、うん、もう住みなよって言ったと。いや、アンケート取ってみる。はい、疲れてるから泊まりなって言うと、ゼロワンも限界らしいって言われてる、うん、泊まるは、はいで。
どうした？久しぶり。うん。マヤがさ、どんな気持ちでいいか分かってんの？説教ですか？ん？じゃあマヤがどんな気持ちでいいか分かってんの？どんな気持ちか教えて、分からないから。いや、ずっと奥にいたんだ。え？どう？奥にいたんだけど、マヤの。急に、うん、なんか。病んでるよ。病んでるよってさ。前のさ、そういうとこじゃないの？俺なんかした？今日だって、うん、向こうが急に配信つけてさ。いや、今女の家にいるじゃん。悪口言いたい放題やってるじゃん。別に俺が。